今回竹下はですね、お酒のショールームにねお邪魔してきました。まあ良かったですね。いろんなものがあってですね、長崎県内にもいろんなお酒がありました。はい、ではその一部をご紹介しますね。はい、ということでスマホ動画で販路開拓。